公益財団法人日本レクリエーション協会は日本のレクリエーション活動を推進する団体である。北海道レクリエーション協会など47都道府県に各レクリエーション協会が組織されている。旭川レクリエーション協会など約550市区町村に各レクリエーション協会が組織されている。日本レクリエーション協会では2021年現在は 次の公認指導者資格を認定している。上記公認指導者資格認定者は、居住地などの自身で指定した都道府県レクリエーション協会にも所属することになっており、資格省にも所属する協会の都道府県名が記載される。なお、レクリエーションインストラクター、ヨカ開発士、スポーツレクリエーション指導者は、基礎資格、レクリエーションコーディネーター及び福祉レクリエーション。 ワーカーは、レクリエーションインストラクターの上位資格とされている。大戦前夜、ナチスが、休みの紅葉に目をつけた、日本も真似、展開はあらぬ方向に引く朝日新聞グローブ、お知らせ、公益財団法人日本レクリエーション協会が、誕生しました。ありがとうございます。